はい、皆さんこんにちは、こんばんは、つるチャンネルでございます。さあ本日はですね、ディズニーランドの歴史についてね、今日はね紹介していきたいと思うんですけど、そもそもディズニーランドっていうのは、世界でね見たら、東京も含めると4カ国でね、ディズニーランドがあるわけなんですけども、じゃあどういうふうなこうね順番でね、できていったかっていうのをね、今回話していきたいと思います。ではそもそもですよ、一番最初に、できたところはどこかっていうと、それは、アメリカカリフォルニアのアナハイムになるわけなんですけども、これは、ウォルト・ディズニーが本当に手掛けた一番最初のパークということで、カリフォルニアアナハイムにあるディズニーランドが一番最初ですね。でこのロサンゼルス近郊のこのアナハイム、そもそもディズニーランド社とかディズニーランドのスタジオっていうのが、カリフォルニアにあるわけなんですけども、その近郊のアナハイムでもともとオレンジ畑であったところにですね、作ったんですね。これが、最初のディズニーランドできたのが、これが1955年7月17日に開園ということで、なっております。でそれが55年に作られて、でウォルト・ディズニーさんがですね、1966年にですね、死去してしまい亡くなってしまったんですけども、でその後にですね、兄のロイ・ディズニーさんがですね引き継いで、今度はフロリダの方にですね、マジック・キングダムという建設に取り掛かるわけになるんですよね。でこのウォルト・ディズニーさんが生きてる時にですね、エプコットという近未来の実験都市というものをこう作るっていう計画を立ててたんですけども、1966年にね亡くなってしまったので、そのエプコットの実験都市というものは作られることはなかったんですけども、ただフロリダにですね、その第二のディズニーランドパークを作ろうということで、この兄のロイのディズニーさんがですね、マジックキングダムというものを作ります。でこれがですね、このカリフォルニアアナハイムで作った、ディズニーランドのですね、この失敗、納得いかなかった部分をもう改良して作ったのが、このマジックキングダムということになります。どこをね改良したかというと、ディズニーランドっていうのは、カリフォルニアのアナハイムの、ディズニーランドは、もともと本当にもう限られた土地でだけ購入して作ったので、そのパークの周りのね土地ってものは、買い取ることができなかったんですね。なのでディズニー以外の、安い宿であったりとか、モーテルタイプのホテルとか、そういったものがね、稼げるということで、作られてしまって、景観的にね、ウォルトさんはね納得がいかなかったそうなんですね。であとそれからキャストさんの通り道とかも、エリアが違うのにエリアをまたいでね、キャストさんが通っていかなきゃいけないとか、そういったことがねあったので、このマジックキングダムを作る際はですね、そういうことを全部考慮して、フロリダにですね、もう少しずつですね、少しずつこう土地を買っていってですね、もっと広大な土地を購入していったことでですね、そのディズニーランド周りにはですね、自分たちのオフィシャルのねホテルを作ることができて、他の、ところはね、こう侵入できないというかね、そういう風な仕組みを作ったというのもありますし、それからキャストさんもね、地下通路というものをここの今回作ってですね、だから土地をこう土でね上げて、元々の土台をこう上げて下にね地下通路を作って、キャストさんがこうエリアをまたいで通るってことはなくて、地下通路を通るので直接そのエリアにキャストさんがすぐ行けるとか、そういった改良点を作って誕生したのがこのフロリダのマジックキングダムです。でこのフロリダのマジックキングダムができたのが、このアナハイムディズニーランドから2番目のパークとして、1971年ですね、10月1日にこのフロリダにですね、マジックキングダムが開園します。ここでやっと2つ目のパークが誕生するわけですね。でその後にですね、1982年、そのマジックキングダムができてからまた10年以上経っちゃうんですけど、そのまた10月1日に
このエプコットというものが開演されます。でこのエプコットというのはね、もともとウォルトさんが抱いていたその実験都市とはまた大きく違ってね、やっぱり実現可能なね、やっぱそういう実験都市っていうのはやっぱ無理であったので、やっぱウォルトさんが亡くなっちゃったらなかなかそれを形にすることが難しかったらしくですね、まあその万博をねモチーフにした感じで世界の各国のねこうパビリオンを作って、まあパークを紹介するというような、まあ、形にとどまったということになるんですけどね、まあ、ここに、まあ、エプコットができます。でいよいよですねこの後にですね東京ディズニーランドが日本にできるわけなんですけども、ちょうどねこの東京ディズニーランドを作る時とそれからエプコットを建設中の時期がちょうど重なってましてですね、まあ東京のね、オリエンタルランドさんが、まあ、もうアプローチをねかけてたわけなんですけども、このまあエプコットのね建設に忙しかったので、あのディズニー社がだからオリエンタルランドさんがもう招致してたんですけどね、誘致してて、でまあ東京とかのねオリジナルをこう作ったらいいんじゃないかっていう話もあったんですけども、本当にもうエプコットにこう全集中してたので、東京ディズニーランドはまあそのフロリダにあるマジックキングダムをまあレプリカとして、まあ、そのままそっくり、まあ、作っちゃおうということで、東京ディズニーランドが作られるわけですね。なので東京ディズニーランドはですねフロリダのウォルトディズニーワールドリゾートのですねマジックキングダムと全くこう同じ形の作りになっているわけであります。でこの東京ディズニーランドがなんと3番目のですねディズニーランド、1983年日本で言うと昭和58年4月15日にですね東京ディズニーランドが開園することになります。これまあ世界でこれ、ね、初なんですね、これね。ディズニーとしては初の海外進出なんですね、この日本に作るっていうのがあったわけなんですね。でその東京ディズニーランドが作られた後ですね、今度はまたこのフロリダの方にですねディズニーハリウッドスタジオというのが1989年5月1日にオープンします。その後にですね今度またいよいよ日本以外の海外にディズニーランドができるんですけども、それが1992年4月12日にですねパリにですねフランスパリにディズニーランドが作られます。でその後はですねまたその6年後またこのフロリダの方ですねディズニーアニマルキングダムというもの、まあ、動物をテーマにしたパークがですね1998年4月22日にオープンします。でその後また3年後、今度またカリフォルニアアナハイムね、もともとディズニーランドしかなかったんですけども、今度2001年2月8日にですねディズニーカリフォルニアアドベンチャーというですねパークが誕生します。でその同じ年2001年、今度ね東京にですね東京ディズニーシーがですね2001年の9月4日に作られるということになりますね。でその次の年2002年3月16日にですねまたこのフランスパリのですねまたディズニーランドだけであったんですけども、このウォルトディズニースタジオパークというものをねできます。これはまあ、フロリダのハリウッドスタジオをね、まあ同じものをね、パリに持ってきたという形になります。でいよいよこの2005年9月12日にですね、いよいよ今度は中国の方にね香港の方にディズニーランドがこう誕生するわけになります、ね、でそのまた11年後に2016年6月16日にね上海ディズニーランドが作られるということになるんですね。なので今世界から見てもまあ上海ディズニーランドが一番こう新しいパークということになっておりますね、うん。まあ、こんな感じでですね、まあ、ディズニーランドの歴史をこう振り返ってきました。どういうふうに作られたかというのがね、見れてくれと思います。なのでまあ今世界にあるのはアメリカのカリフォルニアにあるのとフロリダにあるのと、それから東京、それから香港、上海、それからフランスのパリにですね、まあディズニーランドパークがあるということになっております。まあできた順番のね今日は歴史をいろいろお話しさせていただきました。
それぞれね、またパークのいろいろね、裏話とかもあると思うんですけども、はい、今回はね、こんな感じでディズニーのね、作られたね、歴史をね、お話ししていきました。いかがでしたでしょうかね。ぜひぜひですね、こういうなんかこう、歴史というかね、年代ものを知ってですね、まあ何が最初にできたかっていうのとかをこう思ってもらってですね、そういったところの海外のこうディズニーパークをまあ楽しむのもね、いいと思います。まあ、東京は東京で、まあ、かなり日本人にね、合うように作られてますしですね。でもね、日本、まあ本場はやっぱアメリカですし、まあ、アメリカを楽しむっていうのもあると思うのでですね、ぜひこれをご紹介させていただきました。ということで、本日もね、ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。Have a nice day!